奥村天三八月十日隊は、日本の元政治家、国民民主党滋賀県連顧問。衆議院議員、参議院議員、新党先駆け幹事長、民主党総務委員長、文部科学副大臣、滋賀県議会議員などを歴任。滋賀県甲賀郡生まれ。九百七十三年三月、滋賀県立甲賀高等学校卒業。九百七十六年三月、 立命館大学文学部中退。1968年に、高学高校野球部監督として、第40回選抜高等学校野球大会に出場。水口青年会議所理事長を経て、1976年に、厚生町議会議員に初当選。1979年から、滋賀県議会議員を4期務める。県議時代は自由民主党に所属していたが離党し、 1995年の第17回参議院議員通常選挙に浸透先駆け公認で滋賀県選挙区から出馬。無所属の高田三郎に約2800票差まで詰め寄られるも僅差で破り当選した。1999年8月、参院本会議で国旗及び国家に関する法律に賛成票を投じた。2000年、 衆議院への蔵楽会のため参議院議員を辞職。第42回衆議院議員総選挙に、死が3区から無所属で出馬したが、自民党の岩永峰一に敗れ、落選した。2002年の選挙区の区割り変更に伴い、新設された死が4区に岩永、奥村は揃って国返し、2003年の第43回衆議院議員総選挙には、民主党公認で出馬。 選挙区では再び岩永に敗れたが、重複立候補していた比例近畿ブロックで復活し、3年ぶりに国政に復帰した。2005年の第44回衆議院議員総選挙でも岩永に敗れるが、比例復活により再選。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、市が4区で自民党新人の武藤高成を破り、当選した。同年10月、 鳩山幸男執行部で民主党総務委員長に就任。翌2010年6月に発足した菅直人執行部においても引き続き総務委員長を務めた。2011年9月、野田内閣で文部科学副大臣に任命され、野田第一次改造内閣、野田第二次改造内閣でも再任。なお民主党入党後は小沢一郎の側近であり、 一審会の会長代行を務めていたが、2012年7月に野田内閣が推進する消費税増税を含む社会保障税一体改革関連法案に小沢グループの議員の多くが反対して離党し、国民の生活が第一を決闘した際には、この動きには加わらず、民主党に残留した。小沢グループ所属の議員では、奥村の他に、三井弁友、中塚和弘、 海武志らも国民の生活が第一には加わらず民主党に残留している。同年10月民主党国会対策委員長代行に就任。同年12月の第46回衆議院議員総選挙に民主党公認で市が4区から出馬したが自民党新人の無党高なり日本維新の海新人の岩永勇気に次ぐ3位で敗れ比例復活もならず落選した。 2013年、第23回参議院議員通常選挙で民主党公認候補として比例区で出馬したが、落選した。同年9月4日、年齢制限により、次期衆院選の民主党の公認を得られる見通しが立たないことから、政界引退を表明した。2015年春の叙勲で、朝日、重光明受賞。 長男の奥村真一は、滋賀県立高生高等学校在学時に、第68回全国高等学校野球選手権、大会に出場し、近畿大学体育会公式野球部、プリンスホテル公式野球部でプレーした後に現在は、母校の野球部監督を務めている。そして、真一の息子である奥村天進は、日本大学山形高等学校3年時に、内野手として、 第95回全国高等学校野球選手権大会に出場し、2013年ドラフト会議で読売ジャイアンツから4位指名を受けて入団。別の孫は、龍谷大学附属平安高等学校2年時に、第91回選抜高等学校野球大会に出場。奥村家は親子3代で、甲子園大会にゆかりのある野球人である。ありがとうございます。